ん？何か用か？俺は忙しいんだ。手伝います。ん？手伝います。何を？こんな身なりですけど、まさかお前メダの中に入れるとか。すいません、こんななりですけど入れると思います。真珠の中に入れるのは100年前に実在した英傑と呼ばれる5人だけだ。そしてその英傑様は全員その当時に亡くなっているガーナンの手によってな。まあいい、うん、とにかくメドに入りようが入れまいが、奴を黙らせることができればそれでいい。なので試させてもらう。注意を舞いながらこの谷に仕掛けてある的を5個、3分以内に壊してみろ。わかりました。で、この的なんですけど、実は爆弾でもね大丈夫なんです。私がふさわしいというところを見せてあげます。この調子だ。いいな、いいな。よし、あと一つだ。あ、もうあと一つか。かなり簡単に設定されてますね。絶対見てないだろ俺がやってることを。おー、なかなかやるじゃないか。ただのハイリア人ではなさそうだな。はい、すまなかったリンク、俺はお前を勘違いしていたようだ。あの指さばき、かなりの修羅場をくぐってきたんだろう。まあその通りです。ああだろうな。うん、その通り。わかりますか、やっぱり一流の選手には。俺についてきてくれ。そしてメドウへ、奴の砲台へ渾身の一撃をぶっ放してくれ。うん、そうだ、そこの宝箱に俺が調整した弓が入っている。持っていきな。準備ができたら声をかけてくれ。はやぶさの意味、たくさん持ってるなこれ俺。でもありがとう。行きましょう。いよいよ神獣版メドを止めに行く。砲台は普通の矢じゃ歯が立たねえ、だから爆弾矢でぶっ壊すんだ。貴重なもんだから今回だけしかやれねえが、この爆弾矢を持っていけ。20本十分です。これ、それと上空はクソ寒い、クソ寒い。寒さ対策や食べ物の準備はできてるんだろうな。今回はね、寒さ飯使わずに、凍える前にちょっとねバメドのバリア破ろうと思ってるんで、行くぞ、うん、だがその前に一つ俺から質問させてくれリンク。お前はなぜそこまでしてメドウ討伐に協力してくれるんだ。ただの主婦が身近な存在ゼルダ姫を救うためであります。100年前の村の英傑リーバル様がお仕えしたハイラ城の姫様と同じ名前だな。理由はどうあれ、リンクは俺と一緒にメドウをぶっ潰してくれる。そうだろう、行こう。テバ、俺とお前で世界を救う第一歩だ。主婦は手羽先料理得意ですぞ。今日の晩御飯手羽先に決定。着いたぞ。ここまで高いとさすがの俺でも凍えるぜ。かっけえ。あのでかいのは神獣バメドウだ。ふん、またバリアか、小賢しい。あの砲台が見えるか。俺がおとりとなって砲台の攻撃を引きつける。手羽さんが砲台のビームを引きつけてる間に俺が砲台ぶっ壊せということだね。寒さ対策はやってません。でも信じてください、凍える前に倒す。かちょうど顔隠れてるけどめちゃくちゃ凍えてるな。行こうぜ、とっちめてやるよ。頼んだぞ。任せておけ、俺とお前で倒すぞ。爆弾矢は2回2発当たれば砲台は壊れる。一つの砲台を倒し、さらに奥まで進んでいきます。これハート3つでもかなり余裕あると思います。シュッ、静かにしろ。この砲台が壊れる音が俺を何度でも蘇らせる。みっちゃん、どうだ。うぅ、完璧。これはかなり綺麗に決まったな。バリア破壊と。これで中に入れます。でけえ。やったぞ、バリアが消えた。
け。だが、すまない、俺は奴の攻撃で怪我しちまった。悪いが飛行訓練場へ戻らせてくれ。心配するな、かすり傷だ。お前はすぐメドウへ向かえ。リンク、頑張れよ。向かうぜ。かすり傷でよく済んだな。俺だったら死んでるぞ。見たことある顔だ。ま、君は必ずここに来ると思ってたけど、でも100年ってのは待たせすぎだよね。すまん、これでも急いだんだ。ガノンに乗っ取られたこのメドを取り戻しに来たんだろう。それならまず内部の構造を示したマップを手に入れてごらんよ。あれがマップの情報が入った誘導石だよ。あそこまで行けるかな。さあ行きましょう。真珠の中も寒いんで、はい、まず持っていきましょうか。真ん中のスライダーはマグネで動かして向こう側に渡ります。ダメだな、燃やして。マップをまずゲットと。これで、真珠操作っていうことができるようになります。このバメドウの場合、傾けることができるという。よし、真珠のマップを手に入れたね。マップをよく見なよ。光ってる印が真珠バメドウを制御する端末だ。メドウを取り戻すためには制御端末を全部起動させなきゃいけない。おっと、できないとは言わせないよ。制御端末、この真珠の中に5つ散らばってるので、それを全部起動させるというで、右側、右翼側に向かっていきますと、ゴンドラがありますね。ゴンドラに乗っていきましょう。じゃあ傾ける、こっちに傾けるとゴンドラが下がっていきますんで、それで固めて、で解いてリピタロックを解除すると。それでいけます。で1個目の制御端末、残りの制御端末はあと4個だよ。先は長いね。長いね。そうするとここが開くので、中に入れると。開いたら、上にいるこいつをですね、ちょっと取りたいんですよ。あ、来た。オッケー、最後かな。3種類いるんですよね、カース。これ取り逃さないように、真珠の中にしかいないので、サグ、これを開けると、ここから風が入ってきて、回ってシャッターが開いたと。でビタロックして、スイッチをオンと。で2個目の制御装置いきます。で、また真ん中に来て、下に降りて、これゴンドラがあったら場所ですけど、逆側に回ります。この壁にくっついたガノンの目飛ばして、そうすると入れるようになるんで、あとは敵も開かなくなりますね。マップを開いて、今度はこっち側に傾けましょう。そうするとパラセールで行けるような高さになります。また戻して、帰りは逆側に傾けて、このまんま飛んで帰ります。で真ん中に戻って、傾けるとちょうどいい感じで、これあ、いけるよね。目を破壊して、そのまま入る。そうです。この中ありますね。なんか爆弾を入れて、で壊すと。でこう開ける、傾けまして、で爆弾を転がす。すると、あら不思議、向こうまで行き、風が来て、わお、
傾けますと出てきますと、この壁貫通します。なんといい感じの位置に置いてまた傾けると、ここ結構楽しいね。いた、ガシャン。4つ目の再現装置あります。起動。これは、前の部屋に最後の制御装置あるので、ここから風に乗っていってポイッと起動。制御端末はこれで全部だよ。メイン制御装置を起動させられるようになった。でもまだ安心しない方がいいな。はい、ということで全部開きました。まあ今までのが正規ルートというか、まあ、そんな感じなんですけど、実はマップを取らなくても傾けなくてもクリアする方法あるんで、このニンニクみたいのがメイン端末ですね。マップを取らずに攻略するっていうやり方、それも紹介したいと思います。宝箱もね全部取ろうかなと思います。その時にじゃあマップなしルートでやってみましょうか。真珠を傾けないルート、ここから行ける。あ、行ける。行けるんかい。モップでつけるかな。当たんね。当たんないの。投げると当たる。何、へえ。サファイア上がって、ここの宝箱は普通に直接取れます。古代の子はこの目は潰さなくて OK で、このまんまこっちの目を潰す。窓を開ける。風に乗ってオープン。ここの宝箱ですけど、縦サーフィンでギリギリいけます。ギリ。ここの窓から外に出て下に向かってこれを破壊。この風に乗って、シャッターが閉まった向こう側の部屋に窓から入ります。窓側から入る。直接インとオープン。でここは下にあるんで、制御端末の小部屋爆注して、ちょっと危ないんでね、ここ行きます。はい、 OK、 オープン。で向こう傾けてそもそも行くとこなんですけど、行けないんで死にます。死ぬ。死ぬとこっからの復帰になります。で戻る。あ、多分地面判定じゃないんだろうね、川に落ちた時みたいに。開けて開けて、宝箱。真上にも宝箱あるんで、それ行きますか。でゴンドラがあった場所、先の方から矢を撃てばまあ普通に届くので壊す。風に乗って上から攻めていきましょう。来ました、オープン。これはね、こっから狙います。部屋の中に入んなければ敵湧いてこないので、まあ、ここから目を狙おうということですね。宝箱も落ちてくる。これをこっち持ってくる。 OK、 オープン。これで全部ですね。5つ全部開きました。まあ、かなりサクサクでしたね。で、ここの上にも宝箱あって、この模様を登っていけます。実はこれでいけます。これ最後の宝箱。あ、最後じゃないわ。こっちにもありました、このくちばしの先端。巨大なコール。はい、マップなしで全部攻略できましたね。宝箱も全部取りました。じゃああとはメイン端末を起動するだけなんで、まあ、サクッと起動してね、終わりにしますか、これを。やってきたぞ。何も起きるはずはないよな。何ですか、これは。何ですか、来るぞ。やばいな、来るぞ。
風の川菅のやばいです。ああ、気をつけた方がいいよ。100年前僕油断しちゃってさ、ガノンが作ったそいつにやられたんだよ。まあ本当は言いたかないんだけど、僕の仇討ち頼んだよ。任せろ。ということで、風のカースガノンと戦うことになります。リーバルの仇です。まず写真を1枚撮らせてもらって写真を1枚撮らせてもらってとりあえず写真だけ収めさせてもらって逃げましょう。逃げるが勝ち。はい、風のカースガノンというかカースガノン全般なんですけど、弓矢を使うともうめちゃくちゃ弱いんですよ。というか何もできずにカースガノンが死んじゃうんで、ちょっとこれじゃあ味気ないというか、カースガノンの全てを出させて実力を全て出させて、その上で俺はこいつに勝ちたいなと思ってるんで、今回ですねさらなる縛りを加えます。ということで一旦帰ります。帰ってきました。飛行訓練所、寒い。大丈夫か手は。お前か、俺としたことが情けねえ。足の傷は思ったより深そうだ。マジか、大丈夫。もう少しで心中バメダを止められるってのは畜生。そこで休んでてくれ。最後のこの心中戦、新たな縛りを加えたいと思ってます。ガチ主婦縛りということで、まず弓矢、これの使用を禁止します。弓矢禁止。さらにシーカーストーン、爆弾ですとかマグネですとか、まあ、これを禁止します。今までゆるふわ主婦だったから、カースガノン戦ではガチ主婦としてやっていこうということで、料理、使用できる料理は1品までと。やっぱお弁当は1個だけでしょということで、お弁当は1個だけ。装備はもうトンカチとか斧とか松明とかね、モップとかを使おうと思います。日用品オンリー、そこは変わらないと。でこの3つの縛りを加えて、以降の、カースガノン4体、それから最後のガノン、これでいこうかなという。クリアできなかった、マジで積んだら変えるかもしれないです。でもまあ大丈夫だと思うんだけどね。ということで、いろいろ準備が必要なんで、まずお弁当を作んないといけないんで、その食材を集めに行きましょうか。はい、やってきたのはラネールさん頂上、知恵の泉のところですね。ここで朝5時にして、で北の方角に飛ぶとネルドラがいるんで、でこのネルドラの角を打ってみましょう。角をいる、こう角をいると、わあいいね、神聖な感じで出ましたね。あれを拾いきましょう。ネルドラの角のかけら、角のかけらがかなり料理に使えます。これを取りに来ました。角を打てば絶対に手に入るという。で、リト族の村戻ってきまして、タバンタ小麦、タバンタ地方の平原で広く作られた穀物ですね、これを買いましょう。これで、料理の準備は整いましたね。じゃあ風のカースガノン戦のお弁当を作りましょう。まず用意するのはタバンタ小麦、岩塩、ポカポカ草の実、これを2つ。そして、先ほど、取れたて、ネルドラの角のかけら。でけえ、これ。これを隠し味に。隠せてないけど。風のカースガノンを倒すためのお弁当。究極のポカポカ飯。いや、ポカポカパン。これだ。ピリ辛小麦パン。できました。ネルドラの角のかけら。確定で大成功。で、大成功の効果として、ハートが増えるか、時間が増えるか、効果が増えるか、寒さ耐性レベル2になってると思うんですけど、これは大成功の効果ですね。で効果時間見てほしいんですけど、30分、これも竜の角のかけらの効果で、これ確定でもらえます。30分、マジでこの隠し味として超優秀なんですよ、竜の素材は。まあ、30分もあれば寒さを気にせずにカースガノン倒せるでしょう。
テバ、じゃあ俺行ってくるから。このパンかじって、タバンタの風の香りを噛みしめながら、絶対倒すから、見せてくれや。噛んでしまった。はい、やってまいりました。風のカーズガノン揃えてきました。装備、まずトンカチね、これ5本、木のモップ5本、これは投擲として使います。でこの3つも多分投擲武器ですね。そして弓矢、これは禁止で、シーカーストーンも禁止なんですけど、そのためにこの写真撮ってワープしましたんで、これでは一応ハイラル図鑑は埋まるので大丈夫です。さて、ピリ辛小麦パン、お弁当を1個食べまして、さあ行きましょうか。マジで強いですこいつ。正直勝てるかどうかわからん。勝てるかなという感じですね。風のカワスガの線来た。あーまにあれチャンスなんだけどな。ではここで風のカワスガノン戦について解説してみましょう。風ガノンの攻撃は大きく分けて2パターンあります。まずはビーム打ち、弾速の速いビーム、当たればもちろん即死ですね。さらに竜巻、リンクを追尾する範囲の広い攻撃でして、当たればもちろん即死です。ただし難しいですが、どちらも反撃方法が用意されています。まずビーム、空中でビームを打たれた時はガードジャストで弾き返しましょう。弾速が速いですが、まあできないことはないです。地上でビームを打ってくる場合、これは思い切って相手の懐に飛び込めば大きな攻撃のチャンスになります。竜巻ですが、少し離れたところから懐に入り込むようにすれば確実にかわすことができます。そして飛び込んで攻撃を当てましょう。じゃあどのくらいこの風ガノンにダメージを与えたらいいんだってことなんですけど、風のカワスガノンのヒットポイント800とかなり低いんですね。青ヒノックスと変わらないくらいの体力なんで、なんだ楽勝じゃんと思うかもしれませんが、実はそうじゃないんです。マスターモードでは一定時間敵にダメージが入らないとヒットポイントがじわじわ回復していくんですけども、この自動回復と風ガノンはとても相性がいいんですね。風ガノンは無敵状態のワープを繰り返すので、攻撃を当てられない時間が多く、自動回復しやすいため、木を見て一気に体力を削り切らないといつまで経っても倒しきれないわけですね。じゃあどうやって一気に体力を削るのかというと、風ガノンをダウンさせることが必須となってきます。風ガノン実は行動の間に放心状態のような時間がありまして、ビーム打ちの後に一定時間固まるんですね。ここで武器破壊によるクリティカルを加えると、なぜか確定でダウンします。ただあんまり武器を投げすぎると武器自体なくなってしまうので、近くにいる場合は上昇気流に乗って直接攻撃することで武器を消費せずにダウンさせることが可能です。とにかく風のカワスガノン戦では相手が撃ってくる即死攻撃をいなし続け、ダウンさせ、一気に体力を削り切る、これしか勝機はありません。頑張りましょう。勝って今回。射撃は正確だ、気をつけるんだね。あ、竜巻は避けて、こう来ました。いいね。これで、あ、ダウンしないか。ダウンするときもあります。これであんまり投擲をね使いたくないんだよな。最初にビームは4回、これでおお、オッケー。おお、落ちてくなお前、ずりーなー。あったー、危ねー。投げます。あっ、くそ。いやー、どんどん回復していくぞ。カモン、もういっちゃう。まあ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 、これからだ。くそ。あっ、あっ、
あーもうミスやるじゃないか。あかっ今日うまかったよ。チュン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 。うわあ、はー行こうか。奴の射撃そろそろ正確だ。気をつけるんだね。よい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 。あ、これダウンね。ダウンするんですよ。このいい感じで入ればいいね、いいね。ダブルヒットいいぞ。はい、ツーヒット、4ヒットと避けてドンと。かなり慣れたな。ワンヒット、ダッヒット、いくぞ。受け取れこの木のモップを。攻撃するんだ。これはいけましたね。成敗してやる。おらー、やっ倒したな。ということで、今まではお遊びでした。絶望の始まり。こいつがマジで強い。第二形態4つのファンネルを出してきます。近くからも攻撃が来る。気をつけるんだね。避けれんだろ今の。では風のカースガノン第二形態について解説しましょう。風ガノンの第二形態は4つのファンネルによって第一形態の攻撃が強化されます。中でもヤバい攻撃がビーム流星群と二連竜巻ですね。まずビーム流星群ですが、これ動いてたら結構避けれるんですけど、割と運要素が強いです。運が悪ければ当たって死ぬって感じで、確実に避けるためにはファンネルの死角になる障害物の後ろに隠れるのが一番いいですね。ただこの攻撃が一番厄介なのは攻撃の時間が長いので必ず自動回復されてしまうという点ですね。運悪くこの攻撃ばかりされてしまうと今までのダメージをすっかり回復されてしまうことになります。次に二連竜巻ですが、これは懐にいたら避けるのはかなり難しいです。ほぼ死ぬと考えてもいいと思います。なんで撃ってくる前にある程度距離を取って第一形態と同じく懐に入り込みながら避ける必要があります。避けた後は放心状態と移行するのでダウンが取れるチャンスなんで、積極的にダウン取りに行きましょう。あと重要なのは地上にいる時にファンネルをなるべく破壊するということですね。これで上空からの攻撃がぐっと弱くなるので、これ必ず隙を見てやりましょう。正直第二形態の攻略として大事なのは運ですね。どれだけ風ガノンが出れてくれるかにかかってます。ずっと上空で攻撃されると正直なすすべがなく、どんどん自動回復されてしまうので、リングの攻撃が届く地上にやってきてダウンを取りながら一気に倒してしまう、それしか勝機ないです。頑張りましょう。これがマジで厄介ですね。で竜巻が2つになります。竜巻が2つになって、お、なんか出れてる出れてる、めちゃくちゃ、あっ、これ竜巻がねマジで避けるのは無理なんだよな。正直マジで無理なんだよな。倒れ、あー、これがマジやばい、これマジやばい、これマジやばい、これはマジやばい。あぶね、あ、これいいですね。こん時にファンネルを壊しておく。でで放心状態になるじゃないですか。ここでぶつける、いいよいいよ。ファンネル壊すの大事です。壊すとこいつこれしかできなくなるんで、降りてこんかはよ。回復しちゃうのがムカつくんだよね。あ、出しますね。
いやーマジでね、それはね無理なんだよ。まずい台風が、あー、いや始まったー、きちー、隠れる、いやおかしいから、いやーはあ、いやー、マジかー、飛んでみたらどうかね、ですよね、あっ、よー、無理、隠れろ、柱の陰に、え、はは、おー、落ちる落ちる落ちる、ちょっと、え、これ落ちたらどうなんの、え、ここ、ここか、いや、うえ、いや、いやー、やばい、ラックとか投げちゃっていいかな、ダンガンな、が来る、気をつけるんだね、あー、まずいです、これはまずいです、いいよ、でもダウンしてくれるからありがたい、ここでパンネルを壊したい、パンネル壊したい、1個しか壊してないか、ここで当てちゃおう、当てて回復を止めさせる、よし、いいよ、いいじゃない、この隙に、だいぶ減らしたぞ、上行くなお前、ファンネル出すだろう、ぶつけといこう、ぶつかんない、あ、やべ、外したに2つも外しちゃった、まずい、まずいっす、避けられない攻撃は柱を利用して隠れるんだ、これは弾ける、これは弾ける、よし、で投げろ、 OK、パンネルを壊せい、1個壊したかな、あー遠い、あーやっちまった、ハートハンマー、ハンマー4本、おい、あー、それか、それは無理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 、あーとハンマー4本か、運が良ければ勝てると思うんだけど、いいじゃん、おい、男の勝負だな、来いよ、おら、バカ、俺にそういう正々堂々勝負を仕掛けてくるのは100年早いぞ、だがもっとやってきてくれ、もっとそれやってきて、二連竜巻、飛んでも意味ないだろ、あー、いや、やめてくださいよ、やめてくださいよ、めちゃくちゃ長生きしてるけど、2連、オッケー、いいよ、ファンネル、ファンネル壊したいところだったが、降りてこい、下来い、お前バカ、下来んか、下来た、下来た、いいんじゃない、
あー、それか。いいよ。あ、真下に撃ってるぞこいつ。これがね、いいんですよ。オッケー、投げて、来た、投げて、あ、早く、はいはいはい、オッケー。いやー、やりました。いやー、倒せるもんですね、人間やろうと思えば。諦めなければ倒せる、これを教えてくれたお前は。いや、少しの勇気さえあれば。解放しました、神獣を。このトンカチとモップとお玉と松明で、何ですかこれ。これ何ですか、ちょっと知らないですね。これ知らないものなんで無視します。起動。動け。シーカーストーンはここでは使います。いやー、いけるね、いけたもんだね。おや、本当に倒しちゃったのかい。びっくりしただろ。リーバル、尺だね。会いたかったよ、お前に。でもまあ、おかげで僕の魂は解放されて、このメドウも取り戻すことができた。ふん、君にしちゃ頑張ったんじゃないか。ご褒美に僕の能力を授けてあげる。上昇気流を発生させる力、名付けてリーバルトルネードをね。これから僕はこのメドウを移動させてガノンを撃つ準備に入る。君がハイラル城で奴と戦うとき助けてあげるためにね。感謝してくれよ。じゃあそろそろ行きなよ。まだやることが残ってるだろう。あの姫は君をずっと待ってるんだぜ。いやー、泣けること言うじゃないか。リーバルはね、やっぱ努力家だからね。努力家の姫にかなりね、肩入れするんだよね。神獣解放した。おお、ここ止まり木だったんですね。かっこいいぞ、おい。ビームを打つ体勢に入ると、狙いを定めろ。よし、メドウ、狙いを定めたね。ここからガノンを捕らえ続けて、あいつが戦うとき、奴に強烈な一撃を食らわせるんだ。その日まで頑張ってくれよ。ま、僕とお前は
100年もこの時を待ってたんだ。あと少しくらいどうってことないだろう。ふん、そろそろ認めるしかないみたいだな。あいつは飛べもしないくせにこの神獣にやってきて、僕にはできなかったことをやり遂げた。悔しいけど乾杯だ。リンク、君こそ僕らの要だ。ちょっとリーバル、リーバル編良すぎるな。普通に泣けるんだけど。冷血リーバルのたけり、リーバルトルネード。これ DLC でね、また、まあ、この来年ぐらいにやると思うけど、リーバルの裏話というか、それを見るとね、すごい、さっきの認めるよとかもね、100年後にっていう感じで、もうちょっとね、泣けちゃうんだよ。それで、だいぶ肩入れしてしまいました。いやー、でもようやく、いけるもんだなという、鉄のハンマーと2本しかないけど。いや、運が味方についたね、これは。はぁ、夜がいいんだよな。リーバルの音楽最高です。もう最終回でもいいな、これ。泣けちまったぜ、マジでリーバル。